運の翔太は日本の男性プロレスラー。東京都世田谷区出身。血液型 AB 型。新日本プロレス所属。ジップはレフェリーのレッドシューズ運の。父の影響で幼い頃からプロレスを観戦し、2008年8月の父のレフェリー生活20周年興行と2009年1月4日に東京ドームで行われた武藤刑事隊、棚橋博士戦を見て、 レスラーになる決意を固めた。学生時代は野球を10年間経験。2014年に内藤哲也の G1 前公開練習、野球特訓にノッカーとして参加している。2016年3月、新日本プロレスに入門。父がレフェリーで、息子がプロレスラーの組み合わせは、同じ新日本プロレスの柴田勝久と柴田勝頼の例がある。 1> 約1年以上の練習生期間を経て、2017年4月13日に、新宿フェースで開催された、ライオンズゲートプロジェクト4で、父のレフェリングの下、海援隊土女の高道の区を相手にデビューしたが、高のジャストフェースロックで、ギブアップ負けを喫した。2017年10月から12月にかけて、開催のヤングライオン杯では、最終戦で川一拓来に敗れるなど2勝4敗に、 終わった。2019年6月のドミニオンにて、元 WWE スーパースターのジョン・モクスリーとシングルマッチが組まれ敗北するが戦いぶりを、モクスリーに評価され、G1 クライマックス29の全勝選択パートナー健康式戦セコンドになる。2019年11月よりイギリスに、長期界隈遠征。主に、レボリューションプロレスリングに参戦。二千二十年三月の、 新型コロナウイルス感染症蔓延により試合出場を中断していたが2021年7月より再開している。ありがとうございます。